日本北海道都道総合振興局都道総合振興局は北海道の総合振興局の一つ。振興局所在地は函館市。2010年4月1日、小島市長に代わって発足した。従来の小島市長と同一であるが、条例により広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する日山振興局管内を含む都道。 日山地方全域において事務を担当する。14市長を旧総合振興局、5振興局へ再編する北海道総合振興局設置条例では、道南総合振興局の名称で日山市長より改祖される日山振興局を下部組織として設置する予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。名称を市長と同じ。 都道総合振興局とし、檜山振興局については総合振興局と同等の地位とされた。都道総合振興局の市町村1、函館市、2、正木町、3、福島町、4、尻内町、5、木古内町、6、北都市、7、七江町、8、鹿部町、9、森町、10、薬膜町、11、小社万部町以下は函館市を中心市とする。 都市雇用権の変遷である。一般的な都市権の定義については、都市権を参照のこと。なお、この表で、熊井市長よりも下の地域は、いぶり濃く。ありがとうございます。